怪異脱却へ剣道将来を期す一戦です。2021明治安田生命 J1 リーグ第15節、19位ベガルタ仙台と17位大分トリニータとの降格圏脱出を図るチームの直接対決です。では仙台のメンバーです。直近のルヴァンカップからスタメン11人全員入れ替えました。ゴールキーパーヤクブスオビク、最終ライン照山、吉野、平岡、石原、中盤に関口、富田、フォギーニョ、木田、前線は赤崎と西村です。今日はサブには今月11日に合流しましたブラジル出身の新外国人フェリペ・カルドーゾが初のメンバー入りです。大分です。ルヴァンカップからこちらはスタメン10人入れ替えとなりました。ゴールキーパーがポープ・ウィリアム、最終ラインがサカ、エンリケ・トレビザン、ミサオ、右のサイドに松本、ボランチに羽田と下田、左のワイドに香川、ツーシャドウ町田と渡辺新田、センターフォワードフルス対戦となりました長澤というメンバーです。フォギーニョがボールを奪います。仙台です。中中央赤崎、裏のスペースに西村のシュート、先制ゴールが生まれました。開始の5分しっかりと相手のゴールを見てゴールを決めてきました。これで今シーズン3点目です。そしてまた関口が戻ります。二度追いする格好になりました。そして早いタイミングでアーリー流して、ここですよね、今のところいいですね。松田中を送り込む、こぼれ、フォギーニョ後ろからシュート、羽田のコントロールショットだったんですが、ここはコーナーキックになりました。寄せに行ったのは西村、降りてきて渡辺新がボールをさばきました。今度は左のサイド、いい攻撃ですね。高田左足中に送り込んで遠いサイドボレーシュート、ヤクブスオビク押し込んで長澤同点、追いつきました。古巣相手にゴールを奪ってきました長澤、リーグ戦2戦連続のゴールになりました。高さではなくて足で押し込んでいきました。阪南大からの今シーズン加入となりました大卒ルーキーの増田です。富田、おー、いいとこ出ましたね。収めてマイナスシュートきた、味方に当たったか。ここもね、富田いいとこ見てましたしね、いい増田のね入りと、まあ、木田ね、いいシュートでしたけど、まあ、こういうとこ決めていきたいですよね、仙台はね、はい、坂受けに来て羽田、下田がアウトにかけて外、ね、さあ中を見る、クロスが入る、長澤のヘディング、低いボールになりました。加藤がボールを触ります。切り返し、まあ、ここに加藤が入ってあのボールが収まるようになりましたよね、中盤でね、サイド開いているところにマセが上がってくる、追いつければというところ、追いついたマセ、中を見る富田が後ろ、その富田へもう一度下げます吉野です。マセ、いいですね、フリック、そして富田のクロス、ヘディング、加藤押し込んだ、勝ち越し、大卒ルーキー加藤が公式戦2戦連続のゴールになりました。直近のルヴァンカップから今度はリーグ戦でゴールを奪っていきました加藤。さあ1点を置いた、ベンチも動いてきました。変わった高澤、富田、フェリペ・カルドーゾ、西村、加藤、受けて西村折り返しシュート、いい形でしたけどね。
最後は関口が中に入っていきました。さあ下田のボール、遠いサイドを狙って薬物装備区パンチング、こぼれて藤本切り返す、出足のいいアピアタビア久志の守備、もう一度右へ下田中見る、高いボールを入れて長澤の頭、ヘディングは薬物装備区、手を伸ばした。いやこれはね、非常にいいボール入りましたね。坂のヘッド、バックヘッドで流して中来て高澤、最後力で持っていきましたが、ここも薬物装備区が立ちはだかりました。高澤セル、平岡ヘディング、ここで試合終了の笛が鳴りました。仙台今シーズン2勝目、ホームで飾りました。4戦ぶりの勝利をホームで飾った仙台です。